リフタバタウンに戻ってまいりました。サイデン堂入り、お疲れ様でした。これでようやく私たちも新境地に行けるようになったのかな。行ける資格はゲットできましたが、まだまだ主さんにはやり残したことがあるじゃないですか。え？というわけで今回はやり残していることを消費していきましょう。と言っても何をやり残しているんだかさっぱり。とぼけないでくださいよ。今までどれだけの伝説のポケモンを逃がしてきたんですか。全シリーズ含め、マイクラで新王を冒険してきてかれこれ半年近くなるわけですが、ゲットできた伝説のポケモンは、パルキアとエムリットだけなんですよ。え、結局2体しかゲットできてなかったのか。そんな実績でファイトエリアに乗り込んだらバカにされますよ。それは嫌だな。っていうか伝説のポケモンに対処時でバカにされるって、ファイトエリアどんだけレベル高いんだよ。まあともかく、主さんには、残っている湖の2匹のポケモン、そして神話に登場する伝説の残りの2体、すべてゲットしてもらいますよ。それまでファイトエリアに行っちゃダメってことなの。まあそれは主さんの頑張りようです。まあできる限りの努力はするよ。ということでまずはちゃんとした捕獲体制を作らないとね。まったくその通りですね。以前は普段のパーティーで対処しただけでしたからね。というわけでわざマシンやボールを買うためにとばりデパートにレッツゴー。というわけで購入してきました。今回はボール切れにならないように大量のボールを購入。そして私もついに峰打ちデビューです。覚えさせるのはもちろんこのポケモン。キノガッサですね。しかし代名詞であるキノコの胞子を覚えてないですけど、キノガッサに進化しちゃったから覚えるチャンスは微塵もないのね。状態異常は眠りの代わりに麻痺で代用するよ。キノガッサにシビレゴナでも覚えさせるんですか。あの技って命中不安定だからやめておいた方がいいと思うんですけど。いや麻痺は電流の電磁波に任せるよ。あっ、2体で捕獲体制を築くんですね。その通り。まず電流でダメージを与えて麻痺状態に、そしてキノガッサの峰打ちでさらにダメージを削っていく。この戦法なら間違いなくアグノムやギラティナも捕まるはずさ。そう簡単にうまくいくでしょうか。というわけでまず最初はアグノム3回戦。視聴者の皆さんはいい加減飽きたと思っているでしょうが、温かい目でご覧になっていただけると嬉しいです。本家でもこんなことやったことないよ全く。2回殿堂入りしてまだここに来る羽目になるとは。まず最初に電流の技で麻痺をさせつつある程度のダメージを与える。そして今回もアグノムは眠るを所持。このせいで私は過去2回ひどい目にあったんだ。急所で倒しちゃったっていう、ひどい思い出がありますからね。しかし今回はキノガッサの峰打ちがある。誤って倒すことはまずないでしょう。さあここからキノガッサの出番だ。割と作戦通りに行っている感じですかね。いつもとは違う雰囲気がありますね。今回こそ行ける気がします。騒ぐか。騒いでいるうちは誰も眠れなくなる技ですね。にしてもなかなかダメージ高いな。そんな強い技のイメージなかったんだけどな。どうやら改善されて今では90の威力を誇るらしいですよ。以前の倍近くあるじゃないか。さあこっから無限ループの始まりだ。相手が眠ってはダメージを与えてボールを投げる。果たしていつ決着がつくのでしょうか。アグノム戦が長引いてる間に少し今後のこのシリーズの方針を。まず最初に、お供の6が言ったように、アグノムやユクシー、ギラティナといった、神王に残された、本来であれば殿堂入り前に捕まえておきたいポケモンを、ファイトエリアに行く前に捕まえる。一段落ついたらファイトエリアに足を踏み入れようと思ってます。しかし、神王にはまだ数多くの伝説のポケモンが残っているので、ファイトエリアあたりを攻略しつつ、神王本土に戻って、まだ残されている伝説のポケモンにも挑んでいきたいと思っております。主に満月島、喫茶鬼神殿、花の楽園、新月島、そして、槍の柱。あれ、また槍の柱に行くんですか。うん、少なくともあと2回は行くだろうね。え？そんなに槍の柱ってやることありましたっけ。あるよ。どうっても大事な用事がね。やっぱアグノム捕まえるの諦めていいですか。一生捕まる気がしないんですけど。続いてこちらの方にやってきました。再びやってきましたね、送りの泉。相変わらず不気味だな。しかもこんな夜遅くに。ここに来たっていうことは。そう、ギラティナに会いに来たのさ。どうやら破れた世界ではなく、戻りの洞窟にも姿を現すみたいだからね。あのジエンドじゃなくて破れた世界に行った以来、結構時間が経っているからね。多分ギラティナも復活していると思うよ。そんな洞窟入って、戻ってこれますかねー。大丈夫だと信じたい。
出た。フォルムが以前と変わっていない。ほんとだ。この世界ならアナザーフォルムになっているはずなのに。もしかしたら白金玉を所持しているのかもよ。その線はありそうですね。白金玉をギラティナに持たせることでオリジンフォルムに変化しますからね。いずれにせよ前回捕まえられなかった屈辱、今、晴らす時が来た。それにしてもやはり迫力があるな。神話に登場する伝説のポケモンですからね。果たして主さん、その伝説のポケモンを射止めることができるのか。さあ行きましょう。再びこの雰囲気か。相変わらず緊迫するよ。まずは安定の電流の電磁波。ギラティナは回復技を所持しているでしょうかね。アグノムの二の前にはなってほしくないな。やっぱり耐久力は高いな。不一致とはいえ、弱点ついてもこのダメージか。そして今回はさっき考えた作戦が通用しません。ギラティナはゴーストタイプですからね。峰打ちが通用しない以上、急所に細心の注意を払いながら、ダメージを与えないといけませんね。よし、いい感じだ。あとは回復技がないこと願って、ひたすらボールを投げるのみ。頼むから奴が悪あがきをする前に勝負が決まってほしい。今回はさすがにボール切れの事態は起きなさそうですね。合計で100個以上あるからね。どう転んでもそんなターン数のかかったバトル展開にはならないだろうよ。今回ダークボールを持ってきたわけだけど、思った以上の性能はない感じか。外は夜だし、洞窟内だから、結構強いと思うんだけどな。ダークボールに入る気がしませんね。ピクセルモンでのダークボールの性能について詳しい人、コメントよろしくです。ハイパーボールでも割と揺れてるんだけどな。いつもあと一押しが足らないんですよね。そういえばコメントで、新王地方で全ての伝説のポケモンを出す予定ですか？っていうのがあったけど、新王地方の伝説のポケモンは全て出す予定でいます。あったからさっき槍の柱に2回行くって言ってたんですね。このシリーズか、裏でやっているルビーサファイアシリーズ。どちらかがっと段落ついたら、別の地方で新たな旅をスタートさせる予定なので、そのためにも、全国の伝説のポケモン全てを新王で出すということは、まずないでしょうね。新王か公演が終わったら、次はどちらに行く予定で、関東か城都だねきっと。まあその辺は視聴者さんの意見も踏まえてご考えていくつもりだよ。こうやって話しているうちに捕まってくれると嬉しいなぁなんて思ってたけど、そう甘くはないみたいですね。我らがタイマーボールもギラティナの前では無力なのか。昔タイマーボールでギラティナを捕まえた記憶があるんだけどなぁ。本家の方でですか。まあここは見ても見つかないマイクラの世界ですからね。完璧に本家に基づいてるってわけではないでしょうし、ただただ祈るしかない。頼むから悪あがきで終わりなんてのはやめてくれ。さらに15個ぐらい投げたけど捕まる気配なし。ターン稼ぎにモンスターボールでも投げるか。もう十分タイマーボールも最高性能になっていると思うんですけど。いやなんかさ、タイマーボールは投げるごとにターン数がリセットされるみたいなコメントがあったからさ、その辺どうなの。モンスターボールで捕まえちゃったよ。ダークボールでもタイマーボールでも入らなかった。あの化け物ギラティナがまさかモンスターボールで入るとは。これにはマイクラの世界もびっくり。読み込みがうまくいっていない。というわけで登場してもらいましょう。ギラティナです。おおお、ついに私たちの仲間になった。このシリーズを始めた目的のポケモンがついに捕まりましたね。ゲットしてもなおオリジンフォルムか。やっぱり白金玉を持っているのかな。その線が濃厚ですね。どうせならアナザーフォルムも見たいしね。ロックマンもどきのコスプレをしているボーイも思わず見とれてしまう迫力である。あれ、白金玉は愚か、持ち物すら持ってないぞ。表の世界でもオリジンのままでいられるようになったんですよ。こりゃ貴重なギラティナをゲットしたな。しかし動画的にはアナザーフォルムも紹介したかったんだけどね。ステータスは全体的にバランスが良く、特に体力が凄まじいですね。同じレベルの電流よりも 1.5 倍ほどありますよ。こりゃ U の波動打ってもそんなダメージ入らないわけだ。さあこの豪華な2体が揃う時が来ました。昔は因縁の関係だった2体だけれども、捕まえたことによってそれはさっぱり忘れ、今では完全に仲間同士。しかしまだ残っていますよ。神話に登場する最後の1体が。そうだね、次回はその最後の1体を捕まえに行くよ。
ついに私の元に神話の3体が集まる時が来たか。楽しみですねー。